はい、皆さんどうもこんにちは、あやおです。はい、ということでね、やってきました、あやおです。はい、今回はですね、タイトルにもありますようにキノコパクパクアルマデールということでね、はい、そんなタイトルでは多分ないとは思うんですが、まあね、要はキノコ大好きを採用したアルマデールの装備を今回はご紹介させていただきたいなと、装備の紹介に、移っていこうかなと思います。はい、スキルはこんな感じになっております。弱点特攻レベル3、体術レベル3、三段拡散や強化レベル3、キノコ大好きレベル3、超会心レベル2、装填速度レベル2で、腹減り耐性と力の解放はスルーして、食べ段階解放レベル1、昼み軽減レベル1ということになっております。まあね、装備のポイントなんですが、まあ、弱点特攻三段強化は、絶対必須だと思います。キノコ大好きで、ドキドキキノコで競争薬効果が得られますので、まあ、体術はあえて減らしています。で、超会心も、まあ、スロットの関係でねつけることができませんでした。同じくスタミナ急速回復も、つけることができなかったので、ちょっとね不便、あと火力がねちょっとだけ物足りないなと感じるかもしれないんですが、装填速度があったりとか、あとひるみ軽減があったりとかして、一応マルチでも、使えるような装備構成にはなってると。で、体術は猫飯で体術の飯食べて、ここはね体術レベル4にしてもらって、キノコ大好きでね競争薬ガブ飲みして調整すればいいのかなと思います。キノコ大好きはね、他にも飛躍とかねガブ飲みできるんで、そういったね、ストレスフリーな立ち回りはできるんじゃないかなと思いますので、今回はこの装備構成にしてみました。まあ、スキルシミュレーターにかければ、この超回心レベル2の箇所をスタミナ急速回復にもできるので、ここはね、自分のお好みのねスキルに変えていただければいいのかなと思います。私はね火力もね大事にしたいなと思って、超会心レベル2を採用しています。ここはまあお任せで。はい、それではこのキノコ大好きを採用したアルマデール装備で一狩り行っていこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは一狩り行こうぜ、レッツゴー。はい、やっってきました。主青あしらくんで、今回はこのねキノコ大好きアルマデール指のね、装備のね進化を発揮していきたいなと思います。はい、キノコ大好き、VS 蜂蜜大好きの今回はね大好き大好き勝負、はい、この愛の戦いとなっております。はい、まあね、この愛の戦いに、私絶対ね弓大好き、キノコ大好き、あやおはね、絶対負けられないんで、ここはね、犬に乗りながら、ニトロ岳と、マヒ岳を食べて、攻撃力と防御力をしっかりと上げて、ドキドキキノコで、スタミナ、ね、OK、回復して、このまま、まずは毒らせる。さあ、対戦よろしくお願いします。ここはしっかりと、あれやっていく。いなしていって、OK、はい。こいつもうちょっと痩せな。うん。振動えぐいよ。よいしょー。オッケー、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 はい。はい、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 はい。このさ、攻撃マジ、いかれてね。その範囲、まだ毒ってない。まだ毒ってない。そんなことある。ほら、毒れ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 。こいつ毒に強いのかな。これさ、どうやって避けるね、先生。毒ってない。そんなバカなことがありえるか。それとももう毒り終わったのか。短すぎて、見えなかったの。あまりこいつ毒食らわないパターンのモンスター。それちょっと怒るまではできれば接撃便で、オッケーオッケーオッケー、当たらんぽ、オッケー。よしよしよし。こいつ本当に怖い。こいつの範囲がマジで。ばっかり知られないから、あーちょっと早すぎだね、ちょっと早すぎた。こいつの攻撃ほんとクソ広いからね、範囲、はい、うん、できればこのクリティカル距離ギリギリのね、ところでね攻撃、打っていきたいなと思うんだけど、こいつほんとにナイス、ありがとういやー怖い今のこうね、こいつ本当にね、主モンスターにしてはね、結構ね、やる方だからさ、まあ、マジ正直、ぶっちゃけ主料理屋より、多分こいつの方がマジで強いと思う。なんだったら主玉みつねより強いんだと思う。本当に相性のね、問題だとは思うんですが、しっかりスタン取る。
さん取りたいね。あ、早いね。ちょっとね、ここは一回まひらせようね。あ、出た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 。危ない、もうマジクソ怖い、ほんと。オッケーオッケーオッケー、どけていく。オッケー、このまままひらせたい。まひる、あ、お、起きんな。危ない、ほんま怖い。マジで死ぬと思ったよ、ドラえもん、ドラえもん。危ない危ない。おいおいおい、今のデスクロー見ました？あんなん食らったらもう八つ先にされちゃうよ。ターン取りたいね。ちょっと頭狙おう。頭。よし、やったやったよ、やった。このままこのままこのまま、ありがとうね、おじさん。お前のエール、このおかげでスタミナが全回復していく。あー、オッケー。 HP はね、そんな高くな、そんなに高くなかった気がするから、この、あー、気をつけて気をつけて。あ、わかったわかった、気をつけて気をつけて。あよっ、あー、怖い怖い怖い、うー、怖い、マジ怖い。あー、もうこれこれもうほんまにこれ危ない、もう本当に怖い。これで早く怒り解除していい？俺怒り解除、自分怒り解除よろしい、よろしいか。分かった、これ一回武器しまってに走って逃げれば怖くない。走って逃げれば怖くない。怒り解除してよろしいか。解除しろ、この OK 流れるように、合力の弓だけやって雪撃瓶でしっかりと、頭をね狙っていきますよ。はい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 、はい、しっかりと避けた。あー、避けられない。ここは、あ、やばい、競争効果がなくなったから、ドキドキの子、はい、競争効果と、はい、最高最高。お、今の見た、片手上げてね走ってた、ま、デスクローのねモーションですよ。このデスクローほんとやばいからね。おらおら、こっちだこっちこっちこっち、はいはい、ほらほら見える見える見える、ほらほらほら。あ、嘘嘘嘘、あー、当たんないね。3発目これは痛い。あ、逃げた、逃がさんぞ。蜂蜜を食うつもりかお前、蜂蜜は食わせねえ。よし、来た来た、気をつけて。 OKOK、 このままね、もう回避ボタン押しまくった今本当に。ここにいたら当たらないよと。 OK で、デスクロー来る。ああ、片手上げた、片手上げた。ああ、ただの突進、ただの突進。振り返って振り返って、オッケーオッケーオッケー、大丈夫、オッケーオッケー。怖いんだマジで、いた、もう一回、オッケー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 。遠くに離れて、はい、回復と。これね、確定スタンストーンだから、確定スタンストーン、オッケー。怒り解除していく。もうお前、伊豆地頼むから、邪魔しないで、伊豆地、今日だけマジで頼む。うん、あとで俺が倒したこの合わせたら食っていいから、マジで。いやー、蹴られなかったー。どころか俺は強力の弓が消しちゃった。反射的に何かボタンをこうパパッと押しちゃった。回避ボタンね押そうと思ったけど、デスクロー、うーくそ、誰か、モン頼む、起こしてくれ、俺この現実から起こしてくれ、ありがとう。 OK、 さあ、させないよ。よし、なんで俺回復薬飲んだんだ。マンドラゴラ、なんで飲まなかった俺。え、見えてないよね。うわ、怖い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 、こいつ本当にマジすごい。いやいやいや、この調子、火力はね、そんな出てないけど、危ない、デスクロー。 OK、 デスクローに当たるぐらいだったら今のね突進に当たった方が、いいんじゃないかなと。 OK、 しっかりと怒り解除していく。このまま頭狙い倒す。頭、ちょっと頭狙わせてくれ、頭見せてよ、君の頭。よいしょ、 OK、 しっかりと最後しっかりと決まって、牛青柱無事クリアということで、クエストクリアが7分50秒と、かなりかかってます。いやー、めっちゃ時間かかったけど、どうですか。マンドラゴラとかね、結構ねガブ飲みできますんで、
ぜひ皆さんもね、このアルマゼールのキノコ大好き装備、ぜひ、つけてみてはいかがでしょうか。この装備は火力モリモリっていうよりかは、どちらかというとね、快適スキル、のね、装備構成になっていますので、ぜひね、皆さんもこの装備、参考になっていただければ嬉しいです。それでは、今回は以上になります。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。あやおでした。またねー。